はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。まさみ様、なつみ様、サミータッカー様、ご支援ありがとうございました。何度も頂戴しちゃって誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきます。浦安で政治活動をやった模様ですね、動画にしてあげました。けれども、支部長、佐川支部長みたいに、あんなに喋れなくても、演説できなくても、別に大丈夫ですから。喋れない人は喋れないなりに、救済措置っていうのがありまして、ちゃんとね、駅頭で活動できるように、なってますんで、このぐらい喋れないと、日本改革党の支部長になれないのか、と思わずにですね、口下手な方もどんどん手を挙げてもらいたいと思います。支部長募集しております。よろしくお願いいたします。動画の説明欄もっと見るか、私のツイッターから応募ページにたどり着いてください。よろしくお願いします。20日にですね、3月20日日曜日午後2時から4時までですね、北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会の署名を集める活動を池袋西口で、計画しております。当局との話がついたら、正式に告知いたしますんで、お手伝い来ていただける方大募集であります。よろしくお願いいたします。広島の方から情報をいただきました。岸田総理の地元で、総理は中国人占い師にいろいろ相談しているって噂になっているそうであります。まあ、あくまで噂なんですけどね、噂。占いに頼ってたら、もうちょっと決断早いような気もすんだよな。確かに岸田総理は占いに頼ってるって言ったら、もうちょっと決断早くない？いつもいつも検討するだの、時期が来たら判断するだの、なんとかは重要だみたいなスローガンばっかり言ってますんでね。総理ね、岸田総理ね、決断が遅いんじゃなくて、決断しないで先送りだもんな。ちょっと占い師さんにお願いしてると思えないとこがありますね。決断しないんだもんだって。産経報道、2021年度末の自民党員数は112万2664人で、前年度比13081人減少と、大体 1% ぐらい減っちゃったんですかね。自民党自身の分析っていうか言い訳なんですけど、コロナで思うように政治活動できんかったな。これ集会とかですか、衆院選で忙しかったなぁなんて言ってましたけど、どう考えても岸田のせいじゃねえのかな。昨年末にはすでにですね、何もしねえなこのバカってバレてたしね。サウジアラビアがアジア向け原油価格を大幅引き上げしたそうであります。過去最大に引き上げ、ネットの反応です。どさくさ紛れにクソ値上げ、便乗値上げで大儲け、ガソリン250円になっちゃう。新潟や秋田の油田を再開しても採算取れるのでは。電気代も上がりそう。これでも原発再稼働しないのかよ。アホ岸だ、バカ岸だ。検討するだけ岸田はトリガー条項発動も原発再稼働もやるわけない、という意見がありました。値上げしてもまあ売れるんだったら、その値段になっちゃうのは神の見えざる手、アダム・スミスでしたっけ。需要と供給で値段は決まるっていう法則なんですけれどもね。ですんでね、これこれこういう仕事、時給500円で働かないっつって入って手を挙げるやつがいると、その値段になっちゃうというですね、見えざる手ありますね。そんな安い値段でも手を挙げるやつがいる限り、賃金なんて上がんねえよということも言えるわけなんですけれども、してみっとね、外国人労働者どん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 
入れる、実習生なんていうので入れるのはですね、日本人の賃金を下げることになってんですよね。だって需要と供給のバランスでさ、労働力の需要を輸入してまで増やしてるってことなんですけど、ですからね、サウジなんかですね、依存が過ぎて何十年何百年経っても原油しか誇れるものがないダメ国家ですし、まあ資源ある国って大体そうなんですけど、ダメ国家なんですよね。資源売るほど出る国ってね、脊髄反射でまあ値上げするような原油命の国が高く売れんだって状況だったら、そりゃ高くしますよね。原発止めて火力発電メインになってるから電気代上がっちゃいますね。ついでにガス料金も上がっちゃいますね。まあまあ船で運んでくるものは全部上がっちゃいますね。船だってまあディーゼルエンジンとか油で動いてるんですからね。スーパーの商品なんてほぼ全てトラック輸送でしょ。今時電車でスーパーに届くなんていう商品あんまないっすよね。だから全部運賃が上乗せされて値上げになりますね。まあ庶民の生活に直接ダメージくるっていうことですよ。それでも財務省の犬の岸田はガソリン二重課税をやめないと推測しております。左翼がうるせえっつって面倒があって原発再稼働もしないと確信しております。財務省の犬で、犬よりバカだし岸田よりも賢そうな犬は私は何頭も何匹も知っております。世界食糧価格指数過去最高、どのぐらい上がってっかっていうと7年前の 1.4 倍になっております。原油高の影響はすでにですね、来ていると。3月8日、今日ですか、財務省発表、1月の貿易赤字は1兆6043億円だった。たった一月で赤字ぶっこいております。これ、食料が高くなった。原油が高くなった。値段が上がったせいか、輸入額はですね、2021年1月に比べて4割。増えちゃった、 1.4 倍になっちゃった、らしいであります。で、一月間の貿易で、そのうち原油がどのぐらい占めっかっていう話なんですけど、日本は原油を毎年毎年8兆円9兆円ぐらい輸入してますんで、一月換算するとまあ7000億か8000億円ぐらいですかね。それがですね、上がっちゃったらまあ赤字にもなるわな。ガソリンの二重課税やめろって、運賃、トラックの運賃高くなって全部上がっちゃうからやめろって、原発動かして電気代下げろって、これね、また電気代上がっちゃったら工場が日本から逃げていきます。バカ騎士だ、バカ。まあやらないと思いますけどね。ここでね、岸田総理の悪口なんぼぶちかましてもやらないな。あの人情報ないんだもん。あの人なんか御殿に引きこもって側近の財務省に周りを固められてて、で財務省が持ってくる情報しか知らない。自分で調べることなんかしない。でね、岸田総理ってまあ議員の息子なんですけど、広島で若い頃から辻立ちやつなんで、辻立ちで、まあ若い頃から側近が囲んでて、まあ囲いってやつですか、まあお坊ちゃんなんですよ。でね、良きに計らえっていうのはそっからも育ったんだな。で、自分に必要な情報は側近がシャットアウトして、今までずっとそんな生活してた人であります。ロシア政府、制裁に参加している敵対国リストを発表と。
日米英華 EU27 カ国、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、ウクライナ、韓国、ミクロネシア、シンガポール、モンテネグロ、アルバニア、アンドラ、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、北マケドニアなど、たったの47カ国がロシアの敵対国だそうであります。EU 全体で、確かアメリカの GDP より多いですね。1位、EU27 カ国合算でですけどね。まあ1位、2位アメリカ、日本4位。まあ G7 の国全部入ってますね、47カ国ね。まあネットの反応です。数少ない友好国を書けよ。紙の無駄だ。47カ国もずらずら書いてんじゃねえって話ですね。アフリカと南米が味方してくれるぞ。台湾を国家承認してるけど、いいの？世界がロシアから孤立していく。敵認定で心置きなく制裁できるな。韓国、コウモリ外交失敗。まあ、韓国も敵対国入れられちゃってますんでね。発表することで、ますますロシアが惨めになってませんかね、これね。なんなの、この、セルフ制裁みたいな、セルフ仕打ちプレイみたいな、まあ、あれはね、追い詰められて、頭おかしくなってんのかな、なんて。こんな詐欺地図、毎日見てればよ、これメルカトル図法で、北の方がでかくなるって、図なんですけど、ブルーのロシア。で、赤い色が実際の面積。こんなね、詐欺みてえな、えげつない拡大。まあ、ざっと見て5倍の面積になってますけど、我がロシアは超大国。って、誤解しますわね。こんな詐欺みてえな、メルカトル地図、毎日見せたらね。実際は広さも人口も大したことねえから。GDP も、韓国と一緒ぐれだね。敵国認定に対して官房長官遺憾抗議した。ああだそうであります。何をのんきなことを抜かしてんのかな。サンフランシスコ条約にも参加してない。これね、日本の戦後、GHQ による占領政府からですね、日本に主権戻す、つまり敗戦国日本の処遇を決めた条約なんですけど、サンフランシスコ条約、これにも参加していない。平和条約も結んでいない。かつ北方領土盗まれたままの敵国だわ。もともとその敵国に敵認定されて、何が遺憾だって話、何が抗議したって話、のんきにもいい加減過ぎますよね。どうもね、言われる前にですね、ロシアは敵国だ、北方領土を盗んでやがるって言っておかないでどうすんだって話ですね。まあ、ロ、中、パ、北朝鮮側でなくて、G7 を含む47カ国側に入れて、よかったな、日本は、ぐらい、言えっつーの。嫌な国、ロシアに敵認定されて、せいせいしたわ、気分がいい、ぐらい、言えっつーの。北方領土盗まれてんだからさ。前から思ってましたけど、松野官房長官の顔、まあこんななんですけどね。見る人を脱力させる効果ありませんか。だから松野官房長官の顔見ると脱力しちゃって、文句言う気力がなえるっつうか、まあそれを狙っての官房長官起用だったら、まあ狙い通りだよな。この人はめちゃくちゃ文句言ったろ、罵倒したろって気がなえる脱力系でありますね。ロシア政府、敵対国認定した47カ国への支払いは絶賛暴落中のルーブルで行うと発表しておりました。まあ投資に対する配当であるとか返済であるとか、あっちが買った品物の代金であるとか、ネットの反応です。なんと自分勝手な。
受け取り拒否したらどうなるの？これ物を売らないってなりますね。ロシアには物を売らない、あと配当ルーブルで汚したらデフォルト、借金をルーブルで返したら受け取り拒否で、こんな紙くず受け取れっかいうことで、まあ債務不履行ってなりますか。拒否したら次は物々交換、踏み倒し狙ってるのか。そうかもしんねえな。なんかGoogle Pay と Apple Pay のスマホ決済で電車に乗ってた人多いらしくて、モスクワの駅で、それがガチャーンって使えなくなっちゃって、現金で切符買う行列できてるんだって。徐々に文明が退化しとんなロシアなーって思ってますけど、紙くずはいらねー、困って子供銀行券で払うようなもんか、決済できないからすでにデフォルトしてるようなもんと。まあこれ締め出されてますからね。国際間決済送金システムから締め出されてますから決済できませんもんね。すごい嫌がらせだ。ルーブルなんか山ほど送ってこられたらたまったもんだよね。ゴミくず、紙くず。客に喧嘩を売る商店と。第一次世界大戦後のドイツみたいな台車一杯の札束でですね、パン一個を買うっていう光景が見れそうですね。ドイツはなんでこんなことになったかっていうと、フランス、イギリス、アメリカに賠償金請求されて、それが巨額で、しょうがねえっつってマルクをすりまくったら、そうなっちゃったんですけど、暴落は時間の経過とともに進みます。ルーブル暴落ね。今ですね、0.72 円とかだったかな、今日の値段。1ルーブル 0.72 円。で、2月、先月、つい先月までは 1.34 円とかで、まあまあ半分になっております。今後ですね、どんだけ下がるかわかんないですけど、ロシア政府もですね、暴落する速度に負けずにする。支払いのためにどんどん吸っちゃう。プリントごっこでますますルーブル暴落するんだろうな。まあドイツがそうでしたから、ドイツが賠償金支払いにマルクをすりまくる。そうするとマルクが暴落して、支払えなくなっちゃって大変だっつってますますするっていうですね、悪循環に陥りまして、そんな風になっちゃったんですけど、まあ、世界はね、鼻くそほじりながら、ロシアの破産を待てばいい感じですね。弱り切ったところで、北方領土を買い叩くと。買ってやってもいいよ。ぐらいね。まあまあ、元は、あそこら辺の漁業権で、エビカニを取りまくって回収すると。金欠で、鼻血も出ないんで、反撃できないって確信すれば、攻め込んでもいいや。一応自衛隊が攻め込むと左翼がうるせえから、まあまあ民間人を装った部隊でね、そんでね、島民を説得してですね、日本人になった方がいいよもうつってですね、あそこら辺日本にしちゃう、つうかもともと日本ですしね、勝手に住み着いてるロシア人、そのままそこ住んでていいから日本の法律に従いなさいって説得してですね、準備金あげっからさ、なんてちょっとお金でもつかましたら、ロシアより日本人になった方が得だよなって1万4000人ばかしに思わせることができたならば勝ちであります。でそういう実績作ったらですね、あそこは日本だからなっつって、もしロシアが鼻血も出ない状態ながら軍を出してきたらば、自衛隊の出動ですよ。領土なんだから自衛、防衛、行動は誰にも文句言われませんよね。まあまあ、そんなことを思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。